お願いします、お願いします。神様、仏様、神様、仏様、テレビ様、お願いします。一級入館。どんどん行くよ。え、何これ、え、何この画面。え、助けて助けて。はい、皆さんこんにゃらー。どうもこんにちは、目玉です。皆さん連日のイベントお疲れ様です。そしてテリラビの運営さんも、連日のイベントと修正本当にお疲れ様です。さあ、そして今回なんですけれども、またガチャをやっていきたいと思います。こちらですね、ラビパ開催記念4周年オールスターガチャを、回していきたいと思います。これ全部無償でいいんだよね。これ優勝だったら終わる。でもちろんですね、私がまあ狙うのは本当にもう押したりくん一択ではあるんですけど、このね、恋愛談義の押したりくんがまだ1回しか覚醒できてないので、5回の覚醒をして今まだ解放されてないボイスを、解放していきたいと思います。なのでこれ選択ね。なんかやっぱり工場のやつだとさ、いつもあるからさ、ワンチャン1日1回のファンクラブのガチャでもらえんじゃないかって思っちゃうんだよね。そうすると意外と手選び始めてまあ500日ぐらいになるんですけれど、そうすると一向にたまらずになるね。でこちらが SR の方ですね。 SR の方はもうほぼほぼあるんだけどね、チョコレートキスのおしたりくんが唯一、1枚も覚醒できてないので、こちらを覚醒して当たったら覚醒していこうと思います。今回ね、10連ごとに1枚あのチケットがもらえまして、でそれが6枚貯まると1枚 SSR 好きなのに交換してもらえるっていう、素晴らしい仕様があるので、まあ、120連回したらまあ最低でも SSR のカードは2枚もらえるよっていうことになるので、120連回して最低でもまあ2枚来てくれればまあ御の字ということです。さあ、それでは前置きはちょっとこの辺にして、とりあえず今あのまあ無償のビートストーン 34,442 溜まっているので、まあ余りますね。120連回したところでビートストーン3万しか必要じゃないので、今回ために貯めたこのビートストーンで、おしたりくんもうガチガチ弾いていこうと思います。さあ、いきますよ。じゃあ記念すべき第1回目弾いていきます。くぅ、弾かれよ。弾かりません。一級入魂、お願いします、お願いします。弾かれ。わあ、弾かった。いいよ、幸先が良い。ん ?1 個かな、左下に1個あったような。え、新しい、これもらったことない。これバレンタイン、ホワイトデーの白石が当たった。あー、すごいすごい、いいよ、いい滑り出し。俺の処刑法知りたいか。あつけろ。なんでなんで味が来るの。あ、でもいいよ、ニューだわ。いいです、いいです。え、何これ、え、何この画面。え、助けて助けて。え、何この画面。え、え、嘘。え、何何何。え、どういうこと、バグっちゃったんだけど。嘘やん。え、ちょっと待って。え、ちょっと待って。こんなんある？え、どうなる？え、やだやだやだ。え、動かん。本当に待って。ちょっと。え、ちょっと待って。え、本当に待って。え、ちょっと待って。ありえないんだけど。ちょっとありえないんだけど、何これ。ちょっとなんで。え、助けて。やだー、何これ、どういうこと。ひたすらに灰色のメッシュの、あの、上をキラキラしてるだけなんだけど、これ一回、うわ、これもう、でも閉じるしかないよね。ちょっと閉じます。え、どうなるのこれ。なんでこんなことになるの。武士もアンビション。
新テニスの王子様ライジングリュウ。え、ちょっと待って、これどうなる？ガチャ途中ですけどとかっていう表記ある？未だかつてガチャ途中でアプリを一回再起動させた人間いる？え、ちょっと待って。え、何？いや、この辺普通だよね。え、どうなったの？ガチャどうなったの？足のガチャどうなったの？ねえ。ねえ、私のガチャどうなったの？え、ちょっと待って、カード。え、待って、どうしたらわか、何のガチャもらったかわかんないんだけど、とりあえず、おしたりくんを確認しに行こう。あー、でも出てないわ。え、何？わかんないんだけど、無になったの？あ、月夜はいる？とりあえず、入手順で。え、じゃあ、え？そんなことある？え、わかんない。本気でわかんない。いや、でも、ラビパガチャのおまけは来てるってことだから、SSR 出なかったってこと。これちょっと、運営さんに送ろう。わしが悪いの？まあいいや。まあでも、じゃあ出なかったっていうことで。いいよ。別にいい。いいよ。ちょっと若干、なえたところはあるけど。まあいきます。いいです。120連。次こそ、初めてこんなこと起こった。20連目、引きます。よし。お願いします。テニラビさん、テニスの王子様さん、アンビションさん。どんどん行くよ。お願い。普通かな。大丈夫？あ、懐かしい。これ私が一番最初にあれだわ、やったイベントだわ。あ、終わった終わった。はぁ、じゃあもうサクサク行こう。30連目。お願いします。新テニスの王子様、制作委員会様、アンビションさん、ブシモ様、テニラビス運営様、お願いします。一級入魂。どんどん行くよ。はぁ。いいです。いいですよ。まあ、来たことない。あー、来たー。こっちのおしゃれくんが来るんかい。あー、まあいいでしょう。さあ次40連目。もうザクザクやっていくのがいいから、ここで確定してほしいんだよね。どんどん行くよ。テンション的にはお願い、来たって。うわー、やばそう。もう一生わからないと思う、あそこでは。あ、デジャブ、デジャブです。お二人違いでんかな。いやー、ちょっと一番最初ハロウィンの犬。え、終わり？早っ。恐ろしかね。うわー、ちょっと待って、こんなにすぐ解けるか。次 50連目いきます。まあこのために貯めたようなもんだからさ、お願い。どんどん行くよ。いやちょっと待ってください、ちょっと待ってください。本当にやばい。え、やめた方がいいかな。このまま突き進むのやめた方がいい。どうしよう。なあ、出ない。50連いっちゃったよ。1万ビートストーンが溶けてしまったわけですけど、何これ、なんかキラキラしたものを見ている。終わった。あーちょっとやばい、本当にやばい。ねえ、1枚ぐらい来てよ。次60連目、これで60連目です。 SSR、1枚もう確定です。いただけちゃいますよ。おしたりくんの
お猿くんのが出ないまま、ちょっと何のためのピックアップ。はい、60連目いきます。これを引けば来ても来なくても SSR1 枚はもらえます。もうこんなんに頼りたくないよ本当は。来い、なあ、ちょっとお願い。あっ、決めるよ。来た、楽しんでる。お願いします、お願いします、本当にお願いします。あっ、一番手前。今の俺に勝てる相手など存在しない。雪村、嬉しいけど、嬉しいけど、あー、ユキ来た、初めての SSR のユキだこれ。あー、いや嬉しいけど、オスタル君ボイスで聞きたいんですよ。あー、このイデュカナタ初めてだ。はあ、秋ですね。全然出ないじゃん、オスタリくん。オスタリくん。どうせ課金した方がいいの？もうだからとりあえず120連はもう絶対引くって決めてるので、もう、まあオスタリくん120連でさすがに出てくれるでしょ。いつも出てくれてるじゃん。いきます、70連目。ちょっと本当にお願いしたい。どんどん行くよ。ちょっとー。ちょっと、もうダメなのかもしれない。私の運勢は、ちょっとすいません本当にお願いしますよ。なんでこんなにピックアップさせた意味ある？ SSR 出るんだったらピックアップした男をさ出してほしいよ。思わせぶりな魔王。あ、キテくん初めてだ、このキテくん。これ何？運動会かなんか？ついにオスタリくんも来なくなってしまった。もうダメだ。バレすぎなのかな？この女のアカウント、オスタリくんを、オスタリ勇士を欲しがりすぎてるっていうのも、このアプリにバレてるのかもしれない。C だね。1回目。あ、もうちょっと待って。丁寧に行こう、丁寧に。よっしゃーお願いします、お願いします。神様、仏様、神様、仏様、テリラビ様、お願いします。一級。一級。入魂！どんどん行くよ。よし。相対視力を養え、ここで。一枚かな。なあ、なにこれ。初めてもらった。初めてもらえる。SR がいっぱいあるから。まあ、それはそれで嬉しいけれども。あっ。さあ、長太郎。度肝を抜いてやれ。大丈夫。近づいてる、近づいてる。高校生から、雪村の中学生になって、その後、宍戸の氷堤学園まで近づいたから。もうありがとう、宍戸先輩。SSR 来てくれてありがとう。あー、靴、この靴めっちゃいいね。え、何この靴、この靴めっちゃ良くない？歓喜歓喜ですわ、この靴は。この靴いいわ。何これ、あー、フラワリングバレンタインってこの間のやつ、この間のやつは靴私引けてなかったんだ。あと4回だ。え、こんな来ない？いやでもね、ツイッターで私見てたんですよ。結構なんかピックアップガチャ渋いみたいな。いや、まさかそんなとは思ってたけど、まさか。自分の身に降りかかるとは思っていませんでした。さあ、90連目。いきます。もうダメだ。あ、ダメだ。強気でいこう。一級、入魂！どんどん行くよ。ちょい。ちょっともう。お願いだよ。ちょっとね、気持ちで分けてる。テリラビに、テリラビガスに気持ちで分けてきた。いや本当にちょっとデジャビュー。え、そんなに私さ、希望の行い悪いかな。まあ良くはないんだろう。ああ、ひらこぼりんくん、
まあ、よくはないんだろうな。この感じを見ると。お天道様は見ているんだよ。そして運営様も見ている。はぁ、10連目。ちょっと一回戻ろう。ここにいることがいけない。一回ちょっとタイトル戻ります。リセット。新テニスの王子ライジングガチャ。いやもう完全に舐めてました。なんか自分の身にはこんなこと起こらないだろうなっていうのはなんか薄々自信があったんですけど、まさか自分の身にこんなことが降りかかるなんて思ってもみませんでした。まさかのスタリ君 SSR ゼロなんですけど。なんでに確率上げたいのにさ。いや。いきますよ。10連目。いきます。いいローディング。よし !1 球。お願いします。1球。入魂!どんどん行くよ。よし。お願いします。お願いします。一個か神を。あ、おスタリ君いいよ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 。おスタリ君近づいてるよ。金ちゃん、どういや二人まとめて相手してやっからよ。レアがあるということで、はあ、もうダメだ、もうダメなんだ。嘘でしょ。なんで、なんでなん。やばい、もうあと2回、そして1万を切ります。いや1枚ぐらい出てよ。1枚は出したいよ。もうダメー。負けるな。一球、入魂。どんどん行くよ。ちょっともう、ちょっともう、ダメだ。ダメなんだ。集めたもん。それがあるから、え、終わった。早っ。もうダメだ。ダメじゃない。頑張れ。頑張れ、自分。もう泣いても笑っても、これが最後。ラスト。これ以上やるのは頭が悪い証拠。賢いやつは、ここで決めるんですよ。試されている。テニラビガチャ力が試されています。いきます。泣いても笑っても最後120連目いきます。くまだある、まだある。いくよ。一球入魂。どんどん行くよ。と本当にわからん、わからん、わかりません。もっと見やすい球にしてくれ。ボイスを聞かせてください。やばい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 。モンストラトゥーンの中や。出ないの？ちょっと待ってよ、みんな出てんじゃん。私見たよ。ツイッターで見ました。ツイッターで今までの
ランボポイボ以外のおしたり君出ましたっていう人見ました。ちょっと待って、なんで出ないの。ちょっと待って、なんで出ないの。さすがに一回は出させてほしい。もう関係ない、無償 だろうが優勝だろうがもう関係ない。次のクリスマスのガチャでおしたり君来ないことを祈って、いや祈りたくない、そんなこと。おしたり君来ることは最大限祈ってますけど、祈ってますので、ますけれども、今回この、4周年オールスターガチャでせっかくピックアップさせといて1枚も来ないっていうのは、ちょっと、私としてもちょっと、憤りがあるので、許さない、こんなこと。こんな、ちょっと待って、手が痺れてきた。こんな終わりはね、許せないです。くそー。いい、引く。ちょっと待って。とりあえずあとね、20連はプラスでいけるから。行く、行きます。知らん。もう知らん。来い。どんどん行くよ。やめてよ。爆死させないでよ。何この音は来たって音？引きます。おしたりくんピックアップしてるんだから。いっけ、入魂。どんどん行くよ、どんどん行くよ。光れ。光らん、ちょっと。輝け。輝いてない。昇格しろ、全身で昇格しろ。手にラビ、私の iPhone11 ちゃん。後ろの財産、もっと気合い入れて走れ。終わった10連ってこんなにすぐ？恐ろしい。もうしよう。やめます。これで出なかったらやめます。だって持ってるカードだもん。持ってるカードだし、もう2枚が確定してるカードだし、なんならさ、ブレイクシールももうさ、250溜まってるんすわ、実は。だからもう、5回の上限突破いけるんですわ。上限突破いけるんですけど、でも、もう意地なの、ここは。おしたりくんを出すというもうね、意地なんです。いきます。大丈夫です。私は大丈夫。一球、入魂。どんどん行くよ。150連目ぐらい。来い。もうこれで来なかったらもうダメだ。お願いします。さっきから手のしびれが止まらないんです。お願い。言うけど、俺は負ける気なんてさらさらない。このおしゃりくん6枚目ぐらい。ありがとうございます、ありがとうございます。あー、よかったよかった、おしゃりくん来た。そしてこちらの条件突破で全然いけるんですよ。これは後ほどやらせてもらいます。そして、励ましのボイス。あとなんだっけ。恋愛談義後日談のボイスを後で覚醒させていただきます。やっとボイス解放になります。今回いた
実質私にダメージダイレクトアタックを受けたのは1万円課金のみでしたので、違う !1 万2000円課金のみでしたので、残りビートストーン1万2555席で、フィニッシュとなりました。さあ、死闘でした。白熱でした。皆さんは4周年のピックアップガチャ推しは来ましたでしょうか。私は無事おしたりくん来ました。150連目でやっと1枚の SS レアのおしたりくん、そしてガチャチケット12枚でプラス2枚のおしたりくんが引けます。引けますというかもらえます。さあ、それではここまで見ていただいてありがとうございました。これからも、ちょこちょこじゃないな、もうひたすらに、ガチャは楽しんでいきたいと思います。さあ、長々と、本当にここまでありがとうございました。それではまた次回のガチャ動画でお会いしましょう。それでは皆さんも良きガチャライフ、テイラビライフを。お相手は目玉でした。バイバーイ。